前 SCC 横浜の樋口監督、ポケ口が抜けてシュート打つ、先制カタール富山。前半終了間際にゲームを動かします。ポケ口の今シーズン7ゴール目、早沼が中に入っていって、そしてポケ口、左足のシュート落ち着いていました。エースのゴールでカタール富山が